レンダリングエンジン HTML レンダリングエンジン KHTMLKHTML は KDE プロジェクトにより開発されている HTML レンダリングエンジンである KDE のウェブブラウザであるコンカラーのために開発されたクパートフレームワークの下で開発され C で実装されている HTML4.01CSS レベル1及びレベル 2DOM レベル1及びレベル2 レベル3の一部、e c m スクリプトをサポートする。CSS に関しては、アシットにテストをクリアする実装が施されている。Web 標準をサポートするように開発されているほか、できる限り多くのページをレンダリングできるよう、マイクロソフトによるインターネットエクスプローラーのいくつかの非標準な機能をサポートしている。KHTML はソフトウェアの構成要素として、 単独利用することが可能であり、後に Apple が自社の MacOS に搭載するために作った Web ブ,ブラウザーサファリではこれに手を加えた Web キットが使用されている。KHTML を搭載するブラウザはあまり知られておらず、多くの Web サイトは KHTML のサポートを行わないか、もしくはコンカラーにて、サイトが正確に動作するにもかかわらずサポートしていない。 例えば、Gmail は、コンカラーが自身を、Firefox であると報告しない限り、正常に動作しない。ありがとうございます。